今回はバドミントンで世代別の日本代表に選ばれている佐賀市の女子中学生です。現在は高校生と練習しながら高みを目指しています。お願いします。佐賀市の松栄中学校2年の長淵ゆりかさん。男女18人いるバドミントンの16歳以下日本代表です。決まったです。去年8月に山梨県で開かれた全国中学校体育大会に女子シングルスで出場、1年生ながらベスト16まで残りました。相手を追い込んで前でチャンスを作ってそこで決めていく。長淵さんがバドミントンを始めたきっかけは、お兄ちゃんとお姉ちゃんがやっていたからです。ラケットを握り始めたのは3歳。6歳上の兄雄大さんと4歳上の姉姫香さんの影響でした。コートの端っこにパトルを狙って当てるように、攻めるようにした方がいい。中学校にはバドミントン部がないため、佐賀女子高校バドミントン部の練習に参加。9人の高校生と同じメニューをこなします。しっかり高校生の練習にもついていけてすごいなと思います。負けず嫌いで、とても練習に対しても一生懸命していてすごいなと思います。練習時間は平均で3時間半。1週間で1日も休みはありません。そんな長淵さんの持ち味は、同じフォームでシャトルの下に入って打ち分けができるので、相手からしたら分かりづらい。高校生にも全然、劣らない、技術は持ってますね。体の軸ですね、体幹がしっかりしているので、同じフォームから、ショットを繰り出すことができる、いうところが強みですね。体幹トレーニングは1日およそ30分。腕立て伏せや平行移動しながらの素振りで体の軸を鍛えます。さらに10キロのジャケットを着て足腰の筋力を強化し、攻撃力アップを狙います。結構重いね、やっぱり重いです。全国だと相手も粘ってきたり、相手が攻撃したりしてくるので、触らせないような球を打っていきたいです。日々バドミントンに励む長淵さん、帰宅後は愛犬のマロンと過ごしリフレッシュします。はい、春巻きできたよ。この日の晩ご飯は長淵さんの大好物、母親の智子さんが作った春巻きです。おいしい。元気出ますね。智子さんも2024年に佐賀で開催されるコクスポでの活躍に期待を寄せます。バドミントンの試合話が多いです。こうした方がいいんじゃないのとか、佐賀の代表として活躍してくれればいいなと思ってます。中学生としては全国トップクラスの選手となりながらも、まだまだ伸び盛りの長淵さん、今後は地元で開催される国民スポーツ大会で上位を目指します。今年の中大連で九州は優勝して、全国ではベスト4までには入れるように頑張りたいです。県の代表に入って、
国スポでも上位目指して頑張りたいです。